対高校総体3回出場、明治に就職してからは中部実業団女子の部団体優勝3回、部長に帰ってから剣道を再開、若い運営士会指導者第5回の一義者です。キー組10勝、成栗歩美選手6段、八幡町在住、関ヶ原町出身。私は剣道を小学6年生から始めてもう何十年も経ちました。いろいろな人たちと出会い、私も育てていただきました。長く続けることは大変なことですが、きっと自分を輝かせてくれると思います。ありがとうございました。第5回の勝ち切り者です。長いと何だ？22だ。